阪神タイガースの新外国人投手ブライアン・ケラー投手に岡田監督が激怒したという報道がありました。岡田監督はなぜ怒ったのか、そして評価がなぜ落ちてしまったのか見ていきます。ブライアン・ケラー投手なんですけれども、マックス156キロのストレート、加えて縦のカーブが武器のピッチャーです。メッセンザー投手を獲得したという成功経験から、ピアス・ジョンソン投手とか、縦のカーブを武器とする投手をスカウトするという傾向にあるんですね。あとは奪三振率が高い、この2つが阪神タイガースがこのブライアン・ケラー投手を獲得した決め手だったというふうに言われています。2021年、2022年、どちらも 3A クラスでの投球となっておりまして、メジャーの経験はありません。先発と中継ぎ両方で投げておりまして、予視球率っていうところで見ると、比較的高めかなと。大体、そうですね、2021年だと1イニングに1個、2022年だと2イニングに1個ぐらいフォアボールは出していますと。ただ、奪三振率もかなり高いということで、岡田監督は先発ピッチャーとして、このブライアン・ケラー投手に期待しています。では、岡田監督、以前はブライアン・ケラー投手に高評価だったと、こちら見てみましょう。岡田監督、キャンプ序盤はブライアン・ケラー投手とても高く評価していました。チェンジアップなんかすごい投げよったなと、右は結構打ちづらいやろうなということですね。そして先発でやらしてもいいけどな、このキャンプ中になということで、特にこのチェンジアップっていうボールが岡田監督の印象に残っていたということですね。そして先発として考えていて、どんどん調整させたいというような意向があったようです。そしてまっすぐをどんどんというタイプではないということですね。しっかりと変化球も使えると。一塁側のプレートからインステップで投げるピッチャーなので、特に右バッターは踏み込んで投げてこられるような印象を受けますので、やっぱり恐怖心とかもあって打ちにくいように感じると。そして岡田監督が獲得した時にはこのブライアン・ケラー投手コントロールも高く評価していました。そんな中でなぜ岡田監督がブライアン・ケラー投手に激怒して評価がガタ落ちしてしまったのか、こちらを掘り下げていきます。ブライアン・ケラー投手、実戦形式の登板でも打ち込まれた、このあたりも含めて、ボールの質とか、そういったところで評価が厳しくなったと。ちょっと危機感を持てと。今だったらそんなんお前先発ローテで投げられへんぞ、入れへんぞというふうなコメントになっています。もともとケラー投手は先発ローテーションに入るというような評価だったんですけれども、かなり厳しくなっています。俺はピッチングコーチに、あいつあれじゃあかんでいくらなんでもというふうに言ったという話もありました。いつでも投げさせてもらえると思ってたら、そんな枠ないかもわからんぞ、今の状態見とったらというふうにも話しています。先発のローテーションの枠も比較的阪神タイガース埋まってきていますから、そう簡単に外国人投手だからといってローテに入れるわけじゃないということですね。あんまりやっぱり自分なりにも納得いってないと思うよ、そう見えたけどな、簡単に打ち返せされるもんなというようになっておりまして、もっともっと危機感を持ってブルペンでもたくさん投球していかないと、このままじゃまずいぞという岡田監督のコメントになっています。以上です。